皆さんこんにちは。こんにちは。森沙織です。小助です。よろしくお願いします。お願いしますね。言われるでしょ、なんかなんで最近標準語になったがみたいな。いや全然言われない。言われない、うん、東京に染まっちゅうがやないがーってそんなん全然言われないです。言われない。もうほんと方言向こう行ったら出るので、飛行機に乗った瞬間から多分高知モードか、うんうん、こっちモード、方言モードか。確かに高知で今回動画を5本ぐらい、はい、作らせてもらったんですけど、はい、回を追うごとに土佐弁がきつくなってくる。来年さあたりさ、はい、観光特使になったらいいんじゃない？なったらいいんじゃない？なれるんですか？ちょっとさ、観光特使じゃないけど、インターネットで見てたら結構高知県のご当地クイズっていうのが結構転がってるのよ、インターネット上に。なのでそこで拾ってきたちょっとクイズを、うわ自信ないな、やりません？やりましょう。足摺岬の西側、西ってどっちやろ、はい、太平洋を望む絶景は何？え、せーの、タツクシー東尋坊。まず西と東はあれって、なんか東西南北も実家の自分力やったら分かるんですよ。そうだね、なんか家玄関出てどっち向いたらどっちになるかよく分かる。あのね、これ東尋坊は高知県でもないんだよ。え、大きな杯大杯に注がれた日本酒をぐいぐいと一気に飲み干すお祭りの名前は何でしょう？やったっけ。あるね。ありますね。毎年テレビ見ますね。そうそうそう。え、何やったっけ名前。4月の最終土曜日ぐらいかな。僕から出しますね。はい、はい、じゃあ泥目祭りです。あーそうや、ね、赤岡というところで行われてる泥目祭りです。泥目や、うん、はい、森ちゃんの答えを、せーの、はい、一気飲み大会。高知県の花は何でしょう？花？花、県花ですね。県の花と書いて。そんなんがあるんですか？あるんです、はい。高知県の県花、山桃です。あ、ね、山桃ですよね。高知県の花といったら山桃を。それ小学校の時に山桃のなんか本読むやったんでしょ。そう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 、ラジオで絶対そういうのは触れてるはずですよ。山桃、答えどうぞ。アマリリス。まあ、観光特集、来年はちょっと無理かもしれないけど。僕、アンパンマン。え、眉毛ありましたっけ？眉毛なかったっけ？え、アンパンに眉毛ありました。眉毛俺描いてあげる。可愛く描いてくださいね、描くなら。ヒゲはないですよね。アンパンマンはヒゲないですね。ですよね。眉毛は。でもちょっとヒゲあったかもな。ちょっと待って。チャンネル登録者が150人。イエーイ、ありがとうございます。もうちょっとお礼をね、ちゃんと本当にしないといけないですね。はい、本当に。ありがとうございます。150人も本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。
なんかどっかの回で20人ずつぐらい増えましたよね。あの沢地料理かなと桂浜か。やっぱ観光地とか特産品はやっぱ盛り上がるんですかね。ねえ、うん、そうなってくるとちょっと今回心配ですね。